こんにちは。グリーンハウス TV チャレンジアウトドア、今回が第2回目となります。この番組ではアウトドアライフを私みゆが実際に体験して皆さんに分かりやすく紹介したいと思います。それではチャレンジアウトドア。グリーンハウスさんにやってきました。今回紹介してくださるのはこちらの方です。こんにちは、グリーンハウス八戸店の三浦と申します。よろしくお願いします。今回はどのような商品を紹介していただけますか？はい、今日はおすすめのアウトドアブランドの、春に大活躍するウィンドブレーカーを紹介したいと思います。春の出たんですね、はい、いや楽しみです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。こちらのコーナーにつきましたが、何を紹介してくださるんですか？はい、本日ご紹介するのは、はい、アウトドアブランドモンベル、こちら大人気のブランドなんですけれども、これから、肌寒い時期でも、まだまだ活躍する、春のにおすすめの明るい、カラーのウィンドブレーカー、こちらをご紹介したいと思います。確かに黄色で明るいですね。春っぽい色のウィンドブレーカーで、そうですね、春らしいカラーリングのウィンドブラストプリントパーカーという商品なんですけども、はい、こちらですね、ちょっと持っていただくと分かるんですけれども、非常に薄くて軽いというのが特徴になっております。しかもさっき触った時に分かったんですけど、本当に薄いんですよ。ちょっと驚くぐらい軽いかなと思います。軽い。これ折りたたみとかもなんか、そうですね、旅行なんかに持っていく時とか、いいね、カバンにちっちゃくまとめて持って歩けるので、非常にコンパクトに持ち運びができます。すごい薄い。こちらの商品なんですけれども、はい、一番の特徴として、世界最高レベルの撥水性能を持っている、世界最高。そうですよ。すごい、小雨なんかだともう全て弾いてしまうので、はい、まあ、軽い雨ぐらいだったら全然大丈夫、弾いてくれるし、すごい、さらに泥汚れなんかもつきにくい加工がしてあるので、うん、まあ、これからちょっと天気が崩れた時なんかも、まあ、これ1枚持っていれば、安心だと。とても使い勝手のジャケットになっております。散歩とかにも良さそう。そうですね、アウトドアのメーカーですけど、まあ、山に限らず普段も着られるので、うんうんうん、まあ、これから散歩とか、うん、まあ、ちょっとした運動とか、うん、あとお花見のシーズンも始まりますので、うん、お花見に行くときに、ね、まあ、ちょっと風が冷たいときなんかも、まあ、1枚持っていると羽織れてすごく便利だと思います。はい、よかったらぜひ一着いかがでしょうか。そうですね、はい、これ、はい、結構色も種類もあるんですか？そうですね、今回ご紹介しているのはこちらのイエローですけど、はい、まあ、いろんなカラーバリエーションがありますので、まあ、お好みに合わせて、はい、お選びいただけます。はい、今日は、この女性用以外にも、うん、男性用でもおすすめの商品がありますので、はい、まあ、そちらの方も一緒にご紹介したいと思います。男性用もあるんですね、はいはい、ぜひお願いします、はい、ではそちらの方に行ってみましょう。はい、男性用の、はい、こちらも明るい色ですね。そうですね、やっぱり、春のカラーバリエーションなので非常に明るい色が多いんですけれども、はい、先ほどご紹介した女性用の、ウィンドブラストプリントパーカーの、男性用もございまして、うん、男性用の方はこちらのグリーンと、こちらの、ネイビーですねの展開もございますので、まあ、こちらもおすすめです、はい、さらに男性用でもう一つおすすめしたい商品があります。それが、こちらの同じ、モンベルの、OD アノラック。OT というのがアウトドアの略なんですけれども、うん、あ、そうなんですね、はい、ただ山に限らずですね、はい、こちらちょっとアノラックなので、被るタイプの、ジャケットになってるんですけれども、うん、はい、触っていただくと分かるんですけど、ちょっと張り腰のある全然違う丈夫な素材を使ってまして、ナイロンなんですけど、コットンのような肌触りと風合いを持っています。多少耐久性と、防風性に優れていますので、まあ、ちょっと寒い時でも、うんうんうん、これ1枚あるとすごく安心だと思います。なるほど。こちらも、先ほどと同じ最高レベルの撥水性能と、はい、いいですね、防音性能というのを備えているので、はい、まあ、小雨と、うん、あと泥汚れもすぐ弾いてくれるという、高品質な商品になっております。ポケットが3つついてるんですね。ここにもある、そうですね、こちら左右のポケットと
真ん中にもポケットがついているので、うん、いっぱい入れます、はい、ちょっとした小物なんかも入れられるので非常に便利な1枚になっております。うん、こちらも色が結構あるんですね。そうですね、ま、少し落ち着いたブルーや、いやデザインもいいですね、はい、街で着やすいようなフラッグもありますので、まあ、普段着としてもお使いいただけます。そうですね、まあ、この春おすすめの1枚になっております。おすすめということでさて、はい、今日は春物のウェアを、ご紹介させてもらったんですけれども、山のフィールドではまだまだ雪がたくさん残っているんですよ。みゆさん、雪山の、フィールドハイキングをよかったら楽しんでみませんか。雪山ですか。はい、雪山を歩く、何でですか。スノーシューという、西洋版寒食というものがございまして、うん、そちらを履くと、雪上の歩行が楽々になって、雪がいっぱい積もっていても山の中を登っていけちゃうっていう商品があるんですよ。簡単に歩くことできるんですか。そうです、初めての方でも簡単に歩行ができるので、それさえあれば雪山に入っても歩いていけます。気になる、すごい気になります。スノーシュー、よかったらゆうさんもスノーシューハイキングにチャレンジしてみませんか。いいんですか。はい、初めてですけど大丈夫ですか。大丈夫です、初めての方でも、使えますので。本当ですか。わかりました、頑張ります。チャレンジアウトドア。やってきました。これからスノーシューを履いて雪山歩きにチャレンジしたいと思います。ご案内してくれるのはこの方々です。はい、グリーンハウスの千田博光です。よろしくお願いします。三浦翼です。よろしくお願いします。三浦正弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今回のコースを教えてください。はい、今回はですね、酸ヶ湯温泉のすぐ横にですね、湯坂っていうちょっとしたピークがあるんですけれども、そこに登ってみたいと思います。だいたい標高で、70メートルから80メートルくらい登ります。距離はね、だいたい1キロちょっとくらいだと思うんですけれども、はいはい、そこをスノーシューで歩いてみようと思います。そうなんですね、楽しみです。はい、今回の装備はこちらです。こちらがスノーシューになるんですか。そうですね、はい、これがスノーシューです。付け方とか簡単な説明があれば。西洋寒食とも呼ばれるんですけれども、うん、深く降り積もった雪の上を楽に歩く道具です。うんうん、楽に歩けるんですか。これそうなんですよ、これをつけるとふかふかの沈む雪でもですね、スイスイ歩ける、そういう便利な道具です。すごい、色もカラフルなんですね。ピンクと青と。そうなんですよ、いろんなのがありますね。楽しみ。はい、それではそろそろ出発しますので準備しましょうか。はい、わかりました。頑張りましょう。おでは付け方を教えてください。はい、今回ですね、はい、みゆちゃんに使っていただくスノーシューは、うんうん、アトラスのエレクトラっていうモデルなんですけれども、はい、まずですね、ここをこんな感じで広げます。広げる。で、足を入れます。足を通す。で、前に爪があるんですけど、はい、爪が上からちょっと見えるか見えないかくらいの感じで。そうですね、はい。そしたら、この丸いダイヤルを上から押してください。押すとなったら回します。右に回すと、あ、閉まるんですね。はい、はい。で、かかとのベルトを、締めます。で、そのテープを
張ります。グッグッと引っ張ってください。はい、そんぐらいで OK です。左足も、こんな感じで右足を後ろに下げて、右足後ろ、あの右膝をつくと、そうですね、うん、やりやすい。で最初に足の位置をしっかり決めて、はい、はい、引っ張る。ビデオ決めるか。よいしょ。すごい。これは滑り止めですか。そう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 。そうです。それで坂も登れます。おー、それでは出発しましょう。行ってきまーす。イエーイ。じゃあ行きまーす。はい。おー。すごい、意外と歩ける、はい、よいしょ。沈まないですね。よいしょ。もう結構坂ですね、ここ。結構坂だね。意外と最初意外と。わあ、景色がすごい。ストックは、はい、いろんなこう地形が出てくるんで、はい、状況に合わせて、まあ、これがちょうど良ければこれでいいし、うん、高さに応じて持つ場所を変えるってこと。この辺で話した方がいいかな。これ、なんだかわかります？このちっちゃいのですか？うん、なんだこれは？あの、八甲田は、はい、実はブナの森なんですよ。この辺で見渡せる木はほとんどブナの木 で、これも全部ですか？そうそうそう、ほぼ全部。これもブナの、まだちっちゃいんだけど、うんうん、ブナの木で、これがね、実はブナの実。初めて見たかも、うん、でこれね、この中に本当は種が入ってて、はい、でこれ今口がこう開いてるんだけど、もう種が落ちた状態、うん、あ、でその種が折れて、はい、新しい芽が出る、でこれが全部あの新芽のもう準備が今してて、中をこう覗いてみると、あのもう葉っぱ あるんですか？赤ちゃんっていうかな、がもう準備をしてる。もうちょっとすると、あの、そう、あともう1ヶ月もすると、うわーっと葉っぱが芽吹いてきます。なんか木が削れてるでしょ。はい、削れてる。これ動物がかじった、多分ウサギだと思うんだけど。ウサギがここに、うん、まあ、木を食べるっていうか、冬食べ物が少ないので、それでこう削った後ですね。この辺すごいな、あっちもそうだし。そうですね、美味しいのかな。すごい。試してみて。これ冬ならではですよ。土の上から3メートルぐらいの今位置に、ここ3メートル我々は立ってみて、雪があるからここをかじれるっていうか。あ、そうそうそう、冬にならないとかじれない場所でもあるんですね。場所ですね。そうそうそう、すごい。急急だね。結構急です。何度ぐらいやんだろうこれ、斜面がもう。いやでもね、25分ぐらいじゃないかな。これでもまだ25。よいしょよいしょ。うわー、真っ白。すごいね。すごい。綺麗。もう足跡がない。本
当に白い。風が吹いてきましたね。風吹いてきたね。雪も結構深い、ここは。よいしょ。よいしょ。よいしょ。さあ、今日の目的地に到着です。着きましたか？はい。やりました。やったわー、着いた。はい、今日の目的地に到着しましたけども、はい、どうでしたか？いや、最初はすっごい不安だったんですけど、やっぱ歩いてる時にブナの木だったり動物が食べた後見ることができたので、すごい楽しかったです。景色もね、すごく今日はよく見えたし、うん、いや綺麗でした ね。よかったですね。はい、じゃあ今日はですね、ここでツェルトっていう簡易テントを、テントそう、はい、張って、うん、その中で食事をしましょうか。食事できるんですか？わあ、ちょうどお腹空いてたので嬉しい、楽しみです。はい、やった。じゃあですね、お昼はせんべい汁を、せんべい汁作りたいと思います。八戸といえばせんべい汁ですけど、はい、ここでせんべい汁を食べれるんですか？はい。すごい。まずはまず、それを温めるためにですね、はい、これが、まあ、いわゆるコンロ、うんうん、アウトドアだとストーブっていう言い方をするんですけども、うん、これでお湯を沸かすことができます。はい、はい、これがカセットガスというか、うん、はい、ガスで、こっちがバーナーになるんですけども、これをそんな感じでくるくる回して、で、つまみをひねって点火すると、うん、バッと火がつきます。へー、はい。雪山を歩いた後はご飯食べたくなりますけど、
ここでせんべい汁を食べれるのは幸せすぎますね。せんべい汁なのでね、せんべいからいただきます。どうしようかな。うまい、うまい。これがいいんだよね、この寒いところであったかいの。いや、いいですね。ここからいただきます。おー、いただきます。あ、おいしい、おいしい。ミルクとの割合もいい感じです。うん、すごい甘い、チョコも甘い。いや、いちごもおいしい。パンもいいですか。タップちゃん、わ、いい。いい、いきます。うん、おいしい。パンおいしいですね。いちごはなんかもう王道なんですけど、うん、パンも、いや、思ってたより本当に美味しいです。うん、美味しい。ちょっと向こう、まあ、ちょはい、準備してきたんでこれを先に入れますね。半分ぐらい、ね、入れた後に、ね、あ、ここか。これを、出来上がりですか。カフェアレの完成です。カフェアレ、あ、カフェオレだ。すごい。え、これで本当にカフェオレが、牛乳と合わせてカフェオレができた、うん、エスプレッソのね、コーヒーが作れるんですけど、うん、このまま飲んでもいいし、合わせてカフェオレにして、そうそうそう、おいしい。これもまた温まります。もういただきます。いただきます。パンをいただきます。あ、固まってきた。あ、おいしい。合いますね、もう、うん、うまい。ちょうどいい。じゃあ、セルト撤収。
はい、はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。みゆちゃん、今日のスノーシューはいかがでしたか？いや、初めてこのスノーシューで雪山を歩いたんですけど、この歩くだけでなく雪山でせんべい汁を食べたりチョコフォンデュを食べるのも初めてだったので、すごいいい体験をさせていただきました。ありがとうございます。はい、まだまだねスノーシュー体験したことない方いらっしゃると思うので、ぜひ、やってみてほしいなと思ってます。はい、はい、ちなみに翼さん、今日はいかがでしたか？はい、行きと帰りで全然天気が違ったんですが、うん、それもいい経験になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。三浦さん、いかがでした？はい、八甲田の絶景と美味しい山ご飯を楽しんで、また来たいなと思いました。いいですね。はい、でもね、冬山ですからね、やはり装備が、とても大事になってきます。はい、はい、今回ミッションの着てるこの、うん、上から下まで、モンベルの、提供で、はいはい、揃えていただきました。ですよね、やっぱり今吹雪いてきてはいるんですけど、でもこういうきちんとした装備がないと出ませんもんね。そうですね、うん、装備がしっかりしてるから楽しめると思います。いいこと言いました。そうですね、はい。グリーンハウスではですね、このようなイベントもたくさん、やってますんで、ぜひそれに参加していただきたいですし、装備のご相談も受けたまわっております。グリーンハウス TV チャレンジアウトドア、今回はこの辺で。さようなら。